ペンとつながった5つの生命線、動物編。人間の体の脳天には、ペンとつながっている7つの生命の綱がつながっています。霊性界では7つの金色の線として知られています。韓国の祖先は7つの生命の綱を余白線と言いました。目に見えない世界で、動物たちは5つの生命性能を通って天につながれています。動物たちが天とつながった5つの線は次のようです。最初の生命線は、大宇宙の出社者である創造主の意識とつながっている線です。動物たちみんな最初のラインを通じて、創造主の意識とつながっています。この最初のラインを通じて供給される創造主の光は、動物の体を切って霊魂の物質体験をしている霊魂たちが、心理的な安定感を持たせる役割があります。この最初のラインを通じて、創造主も動物の体を通して霊魂の物質体験を間接的に体験できます。2番目の生命線は、惑星の光の生命の木システムにつながっています。有性生殖をするすべての動物は、その惑星の光の生命の木システムとつながっています。天は光の生命の木システムを通じて、惑星に住んでいるすべての動物の免疫力を管理しています。天は光の生命の木システムを通じて、動物たちが環境に適応し、生存して進化できるように管理しています。天は光の生命の木システムを通じて、惑星に住んでいるすべての動物の空、気、色の次元間空間に存在する無形の機械装置に光を供給しながら、見えない世界で動物の生老病死を直接管理しています。天は光の生命の木システムを通じて動物の体を治癒しています。3番目の生命性能を通じて動物たちは惑星の生命維持システムにつながっています。3番目の生命性能を通じて動物たちは惑星のガイアの系エネルギーシステムにつながっているのです。惑星に動物が住んでいるということは、霊魂が動物の体を切って、その惑星で霊魂の物質体験が惑星ガイアの意識から高揚されていることを意味します。惑星に動物が住んでいるということは、霊魂が動物の体を切って、物質体験が行われるとき、動物の体を維持する白エネルギーを惑星ガイア意識から持続的に供給されていることを意味します。動物は権利もなく自然状態で死ぬ場合が多いですが、この3番目のラインが閉じると天殺になります。4番目の生命性能を通じて動物たちは惑星の霊胆とつながっています。惑星の霊胆にバコードの形でナンバリングされており、霊胆により管理されています。生命体が死を迎えるとき、この性能を通じて霊魂白のエネルギーが吸収されます。惑星に住んでいる動物たちは、この4番目のラインを通じて惑星ガイアの意識が供給されています。惑星に住んでいる動物たちはこの4番目のラインを通じて惑星の進化ロードマップに合わせて生老病死の管理を受けています。惑星に住んでいる動物たちはこの4番目のラインを通じてその惑星にふさわしい天の木、地木、人気を供給されています。惑星に住んでいる動物たちは、この4番目のラインを通じて、
動物ごとに独特な構成を持つことができるようプログラムされた光をレーダーを通じて供給を受けています。5番目の生命性を通じて動物たちは自分たちの本音とつながっています。この5番目のラインを通じて動物たちの本音は動物の感情と意識を間接的に体験することができます。この5番目のラインを通じて動物たちの本音は間接的に物質体験に参加できます。地球惑星で動物の体を切って霊魂の物質体験をしている動物たちにありがたさと感謝を伝えます。2021年2月5日、ウデッカ。